ねあの浅草の浅草さんですね、いろんな話をしたいと本物だ。で、スリーブランドに選ばれるとおりまして、ミヨファッションリーグの名前で発表できる。おはようございます。今日は、デイ3ですね、ファッションショー当日になります。今、渋谷駅に着いて、これから渋谷パルコに向かっております。で、現在時刻は16時くらいなんですけど、16時に会場入って、会場下見入っていろいろモデルさんだったり、スタイリストさんだったり、そこのビハインドシーンというか裏側っていうの、ファッションショーの裏側っていうのを、撮影します。ファッションショー自体は、夜の8時15分からスタートなんですけども、まあ、その間はこうそういった裏側のシーンを撮り続ける感じになります。で、結構、まあ、サブのシーンにはなるんですけど、結構そうですね、そのサブのシーンがあることによってメインのファッションショーの映像が際立つのかなと思って構成には入れております。じゃあ、渋谷パルコ行っております。9階はなんかパブリックステージ、クリエイティブスタジオ、イベントスペースって書いてあります。こう、しびれますね、このクリエイティブスタジオっていうのは。9階です。しびれますね。行きましょう。クリエイティブスタジオ、じゃあ、ファッションショー本番です。よろしくお願いします。お願いします。中で仕込んで、中で早着替えしてまた上がって出るとかっていう風な、あ、なるほど。そしてそんな中で、かしこまりました。皆さん、あのこういったチャンスをものにしたいという熱量を持たれていると思うんですね。そこのまず熱量というのはまず一つ大きな見どころかということと、あと10回、そしてパルコさんの記念日に合わせて、特別な会場ですので、その点も大きな見どころになるかなというように思っております。いつの日か渋谷パルコが新しく、リボーンして、帰ってきた時は、渋谷パルコをニューヨークに向かう、最終審査会のステージの会場として使いたいと思っておりましたので、参加してくれてるデザイナーの頑張りに加えて、そのエネルギーが渋谷パルコに集結しているということを今回の見どころとして、皆さんに楽しんでいただければと思っております。
皆様お待たせいたしました。ただいまよりアジアファッションコレクション新作発表および表彰式を行います。早速ですが、今回参加した10ブランドの代表ルックをご覧ください。審査発表では第10回目となるアジアファッションコレクションにおける各賞の発表および日本代表としてニューヨークステージに出場するグランプリ3ブランドを発表いたします。その選抜されたブランドと韓国、台湾の代表ブランドの計5ブランドは2023年2月のニューヨークファッションウィークの公式ランウェイにてランウェイデビューを果たします。まず本日のランウェイに出場いたしました韓国、台湾のアジア代表ブランドを紹介させていただきます。韓国代表ブランド From Wear、 台湾代表ブランドチャーホンス、以上の2ブランドは各国での審査にて選抜され、ニューヨークでのコレクション発表が決定しております。続きまして、各審査員が一押し評価を与えたブランドを審査員賞として発表させていただきます。アサトデザイナー北村アサトさんです。おめでとうございます。サイカデザイナー関田サイカさんです。おめでとうございます。アサトデザイナー北村アサトさんです。おめでとうございます。デジールデザイナー中村純さんです。おめでとう。インフィニットアイデザイナーユイソンエンさんです。おめでとうございます。デザイナー北村アサトさんです。おめでとうございます。FC ニューヨークステージへ出場する日本代表3ブランドの発表です。発表および賞状とプライズボードの授与を審査員の神谷様にお願いいたします。神谷様お願いします。それではまず一つ目のブランドの発表です。こちらです。よろしくお願いします。
はじめまして、北村麻斗と申します。今回コレクションをこのようにもたくさんの人に見ていただいてありがとうございます。で伊勢丹の皆さんに認められた気がしてとても嬉しいです。で僕は今年の5月にパーソンズの MFA を卒業しまして、このコンペのために、日本に戻ってきました。で夢が2つありまして、地元に恩返ししたいということで、石川県地元なんですけども、21世紀美術館で展示会やりたいというのと、あと伊勢丹でコンペやるんだっていう2つの故郷で恩返しができればと思います。で今回のコレクションは僕一人でやってないので、本当にねたくさんの方ではないんですけども、サポートいただいた方今から紹介します。はい、できた。88。はい、ブランドってデザイナーだけが注目されがちなんですけども、この方々なしにコレクションはなかったので、手際の拍手をお願いします。これからも、命がけで頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。先ほど仲間にありがとうという言葉をかけたら、まあ当然かなと仲間が言ってたので、心強い仲間を持てて幸せだなと思います。で先ほどマイクで言った2つの夢を叶えるためにも、ニューヨークでまた修行して、でこのアジアファッションコレクションの、ある種の格みたいなものを上げれるような、このコレクションを代表できるような、コレクションを全力で作っていければと思います。ありがとうございました。アプローチの仕方っていうところがやっぱり皆さん今いい意味で今風だなっていうところと、やっぱりこう販売実売のこと考えても、まあやっぱり実際売れそうだなっていうものがあったりだったりとか、まあ本当に今の消費者に向けてしっかり考えられてるなっていうところがあれですかね。はい、ちょっと感じたところではございました。はい、麻斗さんですね。独創性のある、はい、クリエーションかなと思うんですけど、自分がやっぱすごいなと思ったのは、靴がやっぱりこれを売っていきたいと、でやっぱり商売としてもやって雑貨だったりそういうものでしっかり、軸を作れることってすごくポイントとしては大きいと思うので、しっかりそこも、ポイントとして置きながら考えているところが素晴らしかったと思います。麻斗はもう単純に物の完成度がすごく高くって、やっぱりバイヤーの方とか靴の履き心地とか本当にすごく高く評価されていたので、もう本当に洋服のものづくりの完成度がすごく高いというところがやっぱりすごかったなっていう。あ、ほっとしました。うん、いろんな人と作ってて、その仲間にいい報告ができるのが一番嬉しい。うん、個人的には半分半分かなって思ってたんですけど、でも仲間たちが結構大丈夫、もう大丈夫だからってむちゃくちゃ背中を押してもらえて、それでまあ本当に仲間に取らせてもらったみたいな感じですね。目に見えてニューヨークで活動しているファッションデザイナーの方が減っているので、少しでもその日本のファッション業界を盛り上げる貢献ができればいいなと思って、ここもう5年以上ずっとやってるんですけども、何かこうこのコンペにとってなんかいいプラスを何かこう与えられるようなコレクションができればいいかなと。皆さんお疲れ様です。さすがでございます。さすがでございます。乾杯。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。うまうますぎる。でもこれインタビューの前でお前ら2人の見てからテンション合わせないかも。俺やそんなやってないよ。僕もカズシ君に見たアプリ。おいロッコホッタもこいつだ。それが基準作ったわ。めっちゃカッコつけてるから足組んで鼻のここにあってさ、こうやって分けてさ、スタイリストってとか言って、まだ独立してねえの。言っちゃってんの？やってたから。カッコつけちゃった。一生いじろう。いやマジでよかった。ね。賞取れなかったパターンのことばっかずっと。わかる。それめっちゃ分かった。こと。いやここは言いやつぶって一回慰めるべきなのか、めちゃめちゃ言いじった方が。場の空気的にいいのか、僕は聞けないことに評価する。静かにいろんなパターンがあったね。すいませんとか言って出てたよ、レオくん誰が作ったんだよ。もちろん言う。いい時も悪い時も、もう運命共にさせてもらう。この人のおかげで、この人のせいだから。そう、この人のおかげ、この人のせいだ。お疲れ様です。お疲れ様です。
あ、はい、もう一回行きましょう。マッションとは。マッションとは。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで、無事アジアファッションコレクションの撮影が終わりました。はい、終わりました。見事、アワード、はい、グランプリでしたね。グランプリおめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ、ということで次はニューヨーク。はい、ニューヨークでファッションコレクション、はい、2月あるんで全員集合してください。はい、ニューヨークにもこのカメラ密着行くみたいなので、はい、そちらでもぜひ、そうですね、撮れることを願っております。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたの機会で、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後にです、はい、ファッションとは、人生かな。Thank you.